おはようございまっちょ、フォルテです。本日は演奏会が延期となりました。イエーイじゃないな、でもなんか拍手せんと盛り上がらんすよね、僕のチャンネルは。3月7日土曜日、大阪でね、やる予定だった全国ツアーの大阪公演なんですけども、この度政府からね、自粛しなさいというね、情報を見て、まあ、検討した結果、まあ、今回は延期することになりました。昨日の段階では完全にね、中止っていう形でご報告させてもらってました。理由としては、まあ、ホールとか全く予定が立ってなかったので、まあ、そういう形をとってたんですけども、ホールもきちんと取り、延期に変更しました。延期です！イエーイ！延期日程なんですけども、だいぶ飛びます。7月11日、土曜日に大阪公演を同じ場所、同じ時間で開きます。で、今回は振り替え公演ですので、今、3月7日のチケットを持っている方、そのまま来れます。同じ席で見れます。そして、もちろん、今回延期になったことによって、やっぱりね、来れないっていう方がいるかもしれません。まあ、その方、もちろん、払い戻しさせていただきます。詳しくはね、概要欄を貼っておくので、そちらで文で見てください。僕の言葉だけでは情報量が多すぎてパニックになると思うので、文でしっかり見て確認してみてください。チケットに関しては、僕たちではなく、チケットピアという会社に全て委託しているため、そちらにお問い合わせいただけたらなと思いまっちゃう。で、今回ね、やっぱりそのいろんな演奏会がたくさん中止とか延期になっています。まあもちろん、ピアニストだけでなく、アーティストとかもたくさんの、まあ、方が、やっぱ中止したりとか、2日から全学校でなんかその自粛しなさいみたいな感じでね、安倍さんが言ってたと思います。やっぱりね、こればかりはもうね、僕たちでは判断しようができないので、まあ今回はね、政府から発表があったので、そのまま、対応させていただきました。ですが、まあそのね、4月からの公演はね、普通にね、僕としてはね、何も対応なかったら今まで通りやろうと思っていますので、ご安心ください。まあ、今回は悲しい結末と迎えたんですけども、僕としては、いい機会なんじゃないかなとか思ってます。というのも、で、今回、大阪のね、おしゃべりムキムキコンサートをものすごく楽しみにしてた方が、700人いました。700席完売しておりました。よく考えてください。700人もの方が楽しみにしてたんです。僕は、はっきり言って、それが7月まで伸びるというのはね、結構ショックも大きいと思います。まあ、だからこそ僕は全力で対応させていただきたいなと思っておりまして、やっぱサイン会の時に一言話すだけとかでもね、すごく楽しみにしている方がたくさんいると思います。だからこそ僕は今回 CD に名前とサインを書こうと思います。本日のこの動画発表時から3月の8日日曜日の23時59分までの間のお申し込みだとサインと名前を書こうと思っております。サインと名前専用のお申し込みのページも作っておりますので、そちらをチェックしてみてください。そしてさらにそのお申し込み時には備考欄に必ず希望の名前を書いてください。こんな使い方ができます。例えばなんとか音楽教室さんの生徒さんへっていうので、ここにサイン書くことも可能です。ですのでぜひこの機会にこのサイン付き、そしてお名前付きの CD 検討してみていただけたらなと思いまっちょ。今後演奏会等でサイン会はどんな大きさになっても開こうと思ってます。ですがやっぱりね、大きくなるとホールの閉館時間と逆算してやらないといけないので、一人10秒とか、まあ7秒とか、どんどん短くなる可能性もございます。で、やっぱそうなると名前まで書く時間というのはやっぱございませんっていうので、まあぜひこの機会に、まあ名前付きっていうのを希望される方はお申し込みいただけたらなと思います。なんか楽しいことしたくねってことで、これはいいチャンスなんじゃないかと思って、名前書いてサイン書こうぜって突如決定しました。しかし、フォルテが途中、書いてる途中にね、大量の申し込みがあるとパンクする可能性がございますので、少しだけね、配送に関してはね、お時間いただけたらなと思いまっちょ。できるだけ全力で頑張ります。最後に、大阪公演を楽しみにしてた方、本当にね、今回はもう僕は謝りません。だって誰も悪くないもん。だからこそ、ぜひ7月で会いましょう。今後の公演についても、こういうことが起こる可能性もあるので、まあぜひね、また僕のチャンネルをチェックしてみてください。そして宣言！3月は動画頑張ります。 YouTube 頑張ります。今まで通りおはようございまっちょやり続けます。やっぱり2月はね、初めての演奏会ががっつり始まったってことでね、結構ピアノにね集中してて、まあ僕としてもあわわわってなってきたんですけども、結構演奏をねしてからね、気持ちが落ち着いてきたので YouTube 頑張ります。
YouTuber フォルテ、全力で生きていきまっちょ、みんな元気に行こうというわけで、大阪公演7月、ぜひ楽しみにしとってください。今回買われたチケットはそのまま使えるので、ぜひその時に会いましょう。そして、もし払い戻しされてね、チケットが余りましたら、また演奏会が近くなりましたら、余ってるチケットについて販売させていただきますので、その報告も楽しみにしとってください。そして、名前付きシール、チェックしてみてください。よっしゃ !3 月の YouTube 頑張るぞ、グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。